みんなが聞いて得する裏技または雑学。雑学知って得するぞ。雑学知って得する。まあゾでしょ、ゾ。それーそれー、もう明日からもうゼルグー、みんな明日学校でも自慢すればいいじゃん。なるほど、めちゃめちゃ持ってるよ。いや、いっぱいあるよ、言っとくけど、うん、なんかありすぎて、もうどれにしようかなって今考えていくだけで、あの1秒ごとに10個ずつ入れてるから。あー俺今189まで。えぇー、189あるじゃん。じゃあ俺からいくわ。じゃあ最後に残しとくか、じゃあこの番組。なんでやね、多分5000ぐらい溜まってるから。俺らが終わる頃に。そう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 。早口言葉って皆さん得意ですか？あ、超得意、超得意、超得意。早口言葉言えないよ、俺も。で、言えないってちょっと恥ずかしい。東京特許許可局ってあるでしょ。あれでもし言えなかったら、じゃあはい、酒飲めみたいな、あんじゃん。まあまあ、ありますよね。言えるわけがない。そう、あれ言われたら、もし対処法があります。東京特許許可局って実在しませんよって言うんだよ。いや、多分そういうやつ、うん、より飲めって。バレすまんねえ。やばい。そんな誰も得しないよ。まあ今年オリンピックイヤーじゃないですか。話うまっ。まあその時にちょっと話せるようなネタなんですけど、金メダルあるじゃないですか、うん、あれってみんな何色で、何で作られてると思います？銅でしょ。そう、銅。銅銅に塗装してるだけなんだよね。塗装して金にしてね。そういうことです。終わりです。いや、言わないでほしかった。次ね、あ、2周目ね。知ってない、塗装するんだよ。浅いです。させろ。ないか。のんのんのん、雑学マスター登場ですね。どこがやねん、こんにちは。会社の上司とね、カラオケに行くとあれありますよ。接待として90点取って、うわ、すごいって言いたいじゃないですか。採点にね、ダムの絶対90以上出るような仕組みがあるんですよ、実は。すごくね、うん、めちゃすごくね、お前。すごい、超すげえよ。ダムの精密採点って、番号にすると800001なんです。それを打つ、うん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 、あ、分かるでしょ。分かる分かる。採点を入れたいって時に、そうそう、こう、画面入れる時に打つじゃん、うん、これを01を02にすると接待ものになってプラス。マジで？じゃあ、お偉いさんが歌う前にわざとこそこそ入れて90取って、お偉いさん気持ちいい。うわー、すげえ。めっちゃすごいでしょ。すごいね、ガチガチガチ。そんな飲み残しとか、早くこの中身を捨てたいと。ペットボトルの中身をこう流しててさ、こういらない飲み物をこうやって早くもっと上がれねえかなみたいな状況で回すんだよね。あ、そう、それ回す。どういうこと？だからこのペットボトルをこう、ガーッと回すと、もうブワーンって出てくるの、飲み水が。そう、まあでもそういうことだね、得はするよね。ネームペンとかこう書いてて、ちょっとはみ出してここに、じゃあ、あ、間違えて書いちゃったって、あ、なんて、はい、油性ってなかなか取れんじゃん。あるものを使ったら簡単に落とせます。へぇー、ちょっと知りたいね。使える。ポテトチップス、ええ、ポテトチップスのあの油分あるでしょ、うん、それをここにちょんちょんちょんってやって、ティッシュでツツツってやれば消えます。マジ？そうなの？ネームペン、いや、マジよ油性消えます。やったことあるもん、超すごいやつ。油じゃダメだね、ただのポテチの油が。そうそうそう、あの油がちょうどいらっしゃる。そうなの、これ得するでしょ。いや、言えばよかった。そういうことでしょ。そういうことだよね、だって社会で必要。いかにグイリこれは必要です。そういうことで、そうそう、便利じゃん。絶対いらないわけですよ、東京局中華局存在しません。マジでいらない。隣に狙ってるやついない。289番の引き出し、289番。洗顔とかさ、潰すやつ、まあね、こう詰め替え用みたいなやつ、潰して出していくやつ、 あれでもう絶対あるのに最後の方出てこないやつ、はい、ありますよね。あれってそのチューブのところに空気をポーって入れてパンパンにします。パンパンに、で蓋閉じます、キャップ閉めます。ここを持ってこうブラブラするんですよ。そうしてキャップ開けて出すと尋常じゃないから出るんですよ。得する。マジで、マジで。まあでも僕ね、これだけじゃないです。じゃあ、また次俺が、バシハードル上がっちゃう。あー、違う違う、オッケーオッケー。1番と2番の引き出しがあるんだけど、どっち？プレッシャー。見て、見て。まあ野球やってる3人これ知らないとちょっときついっすわ。球場ってすべて同じ方向に向いてるの知ってる？東西南北、うん。あー、そう、マジだ、そう全部日本ではまだそれが半々ぐらいしかないんだけど、なんで客席に直射日光当たんないように、計算されて全部一緒の球場。客席がこう当たっちゃうと眩しく試合見えないでしょ。だからこう後ろ向きにこう日光取るよ。あれ競泳かな。で、本題やりますね。マウスってあるじゃん、あのパソコンのマウス。関係ねえ。関係ねえ。全然関係。パソコンのマウスあるじゃん。躊躇なくリコーダー引き出しに行ったら。まあまあ、マウスね。動かすこの距離、単位があるんですよ。
この人ひどいわ。ひどいよね。逆分かってるもん。知ってるよ、知らないでしょ。俺らみたいなの知ってる、だから得するじゃん、例えば。そうそう、歯磨きだったらさ、もう自慢イコール得なのよ。で自慢して俺らこの反応してるってことは、うん、自慢した人も同じ反応されるよね。いやいやいや、まあ続いてるこのマウスを移動するこの距離、まあ、ミッキーって言います。ワンミッキー、ツーミッキーって言います。1個ずらして、おっ1個かけるミッキーみたいな。これをやりたくない。いやいや、これはね、お前だよね、企画出したの。お前らが俺の考えて4ぐらい上にいた。そんだけの話だ。本当にきついお酒を飲む場所の時に俺よく食べてるもんありますよね。実はラムネを食うと二日酔いにいいって言われてて、あれ何かというとブドウ糖が入ってて、本当に食うと全然違うよね。これね、これびっくりするぐらい違う。本当に違う。本当に聞く、これでも実際。俺はあんま感じないけど、俺も感じる。めっちゃ感じるよ、ね。俺はめっちゃ感じる。俺の目いつも。弱いやつ、弱い人は感じるかもしれない。そう、てかもう酒の量が俺らは違うんじゃない。じゃあ俺らのきついとお前らのきついが違うのかもしれない。弱いから弱いが弱いで分解できるレベルなんで、うん、飲み始め の, あの成人した方とかは、うん、そうだ、ね、これからそうだ、ね、女の子とかめっちゃ聞く。そう、うん、だからぜひね、なんかちょっとお酒弱そうだなって子にはちょっと気遣いポッてあげれば、もしかしたら、なるほど、ね、優しいってなるかもしれません。あつき、こういうことだから。やったー。これは結構特性、これはまあいい。でも最後のアフターの、あの女の子にポッてあげたら喜ぶんじゃないかって、これキモいわ。やってるわ絶対。お前苦しい、苦しい、苦しい、苦しい。違う、そう言ってたらどうですかって提案だもん。お前苦しい。これめちゃめちゃきついな、この立場。分かったわ、めちゃきついよ。もうだってこれ何言っても多分正解ないんだよ。もうでも苦しいからね。もううるさい。俺も抜け出したから。4892。4892。おぉ、あるんだ。もう全然ありますよ。今7892まで溜まってるね。おぉ、この余裕の表情だ。実質まだ2なんだけど、喋んの。いや、もう1もやってる。いや、ごめんごめんごめん。落ち着いて服が好きじゃないですか。うん、好きだね。で、少なからずね、インスタのフォロワーとか見る感じ、ちょっと多いわけですよ。うんうんうん。っていうことは、ファッション目当てでインスタフォローしてくれてる人結構いるわけです。はいはい、はい、まあまあまあ確かに。で、どこで買ってんのか気になるじゃないですか。うん、あで、大体今見れば分かる通り、ハイブラ、ハイブラ、ハイブラみたいな、うん、感じで6分のもう3がハイブラなわけです。うん、ってことはみんなもうハイブランド買いたいわけです。うん、でもハイブランドって普通に買ったらもうバカ高いんです。いやー、まあ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 。でもやっぱ偽物が怖いから結局正規店で買うじゃないですか。あー怖いね、怖いね。でも日本って税率が高すぎて、海外から持っていくときに関税に引っかかって、結局税が高くて上乗せされてるんです、実は正規店の。あー、へー。なので海外から安全に引っ張ってくるルートがあれば、関税の税金の分がいらないんです。うん、まあまあ安いんだね。そう、それを叶えたのがバイマっていうアプリですよね。もうすごい案件かなっていう。案件ですかみたいな話なんだけど、欲しい情報なの。案件じゃないから概要欄にダウンロードリンクも貼らないですけど、恭平もたつきも俺もよく愛用してて、俺は愛用してますよ、バイマ。マジでこれバイマって逆に怖いね。俺も最初恭平におすすめされたけど怖かった。でもちゃんとルート辿っていくと、安くなってる理由っていうのがそれなんですよ。税金の分がちゃんと引かれてるとか。で、海外であのセールやってるものをその額のまま日本持ってくるとか。関税も高いし、日本の税率も高いでしょ。だから余計にね、20-30% かかるんだよね。かかる。で、発送までは時間かかっちゃうけど安めです。そうそう、海外からだからめっちゃ時間かかるんだけど、だけど安い。でも安い。先見越せる方だったら普通にめちゃ得するっていう理由に、基本的に 20% 以内、10%20% 引かれるよね。で、セールのものが直で来るんだったら、もうほんとマックス50とか引かれるんだよね。全然そんなレベルなので、これもちょっとアドバイスしたいんですけど、やっぱちゃんとレビューを見てほしいな。評価ね。やっぱどうしてもやっぱ個人でやってる人がいるんで、お店じゃなくてお店でやってるとこ一番安全ですけど、個人のとこでもレビュー見ればね、10件20件怪しいですけど、500件とか300件なのに 4.5 とか超えてたら、もう絶対偽物送ってこないですよ。出資者のレビュー見たら分からない。数とレビューの評価の高さ、そちらを見てくれれば安全に安く買えます。おい、完璧でしょ。完璧ですね。どう、みんな役に立った？まずここで役に立った。この場の人みんな、あの口が言うとんだ。お前以外の役だった。うん、役に立ったよ。かったね、よかったね、よかったね。いやー、俺が得したわ。
なんなら。ふざけんなお前。おめえが持ってきて。もう手痛く。ふざけんなお前。でも一つ言えるのはこの子たちは俺のことは叩かない。なぜかというと俺のおかげでいい情報が得たから。もうこのコメントが鬱陶しい。俺で笑い叩かれる。俺とこの子たちはもう前面なの。なるほどね。うるせえよもう。うまい持ってき方しましたね。もっと聞きたいやつは高評価お願いします。おお。サムネにね何個書くんでね。そうなんか考えて。ブランドやつ書く方法。何やねやると。まるまる。マウス、マウスの動かす体位。それはいらん。それはいらん。絶対いらん。絶対いらん。